<noise> こんにちは、HP のアダムです。今日は HPOfficeJetPro8710 プリンターを箱から出してセットアップしインストールしますまずプリンターの箱を開けましょう箱の中には Windows と Mac の両方に使えるインストール CD が入っていますこのディスクを紛失した場合は 123.hp.com/ojpro8710 からソフトウェアとドライバーをダウンロードできます。次に箱から出したのはリードアイリスプロのインストール CD です。リードアイリスプロは OCR ソフトウェアです。これは手書きや印字された文字を編集可能なドキュメントに変換します。 これはクイックセットアップでプリンターの基本的なセットアップ手順が載っています。このビデオの説明内容と似ています。次は HP インクカートリッジの注意事項が書かれたシート。これはこのプリンターの HP インスタントインクカード。HP はインクの交換サービスを提供しています。このサービスに登録するとお選びのサブスクリプションプランに応じて プリンンターが自動的にインクを発注します。最後に箱から出したドキュメントはプリンターのユーザーガイドです。これにはファックスやウェブサービスなどプリンターの追加機能のセットアップに関する情報が記載されています。次はは、電電源ココーードドです。2000式電話コードは プリンターのファックス接続のセットアップに必要です。これは、セットアップカートリッジです。セットアップカートリッジは、プリンターの初期化とインクレベルの調整に使います。これは、952ブラック、シアン、イエロー、マゼンタのインクカートリッジです。ダンボールの干渉材を取り出して、リサイクル処分してください。HP の梱包材料は、 すべてリサイクルが可能です。HP のリサイクルに関する詳細情報は、hp.com スラッシュリサイクルをご覧ください。では、箱からプリンターを取り出します。この時、プリンターの底側が下向きになるように、箱を横に倒してから取り出すようにしてください。発泡スチロール製のエンドキャップを引き出します。透明のビニール袋を掴んで、 プリンターを箱からスライドさせて引き出します。箱はリサイクル処分してください。袋からプリンターを取り出します。 次に、プリンターの周囲に貼られた青いテープをすべて剥がします。プリンター背面の2箇所のテープも忘れずに剥がしてください。 HP ロゴの上にある透明のセロハンシートを剥がします。次にスキャナーカバーを押さえている残りのテープを剥がします。短いテープとプリンターコントロールパネルを覆っているセロハンシートを剥がします。最後に給紙トレーと廃紙トレイの2カ所に貼られたテープを剥がします。 黒い滑らかな表面を保護するためのプラスチック製保護シートを剥がします。スキャナーカバーを開いてフォームシートを外します。スキャナーカバーを閉じます。プリンターの正面に回り、給紙トレイを引き出します。2箇所に貼られた青いテープと厚紙の拘束材を外します。 休止トレイを中にスライドします。では、電源コードをつなぎましょう。プリンターの背面に回ります。電源コードから結束バンドを外し、プリンターの背面にコードを差し込みます。 電源コードのもう片方の端を電源に差し込みます。電源コンセントの使用をお勧めしますが、このビデオでは便宜上の目的のためにケーブルタップを使用しています。電源ボタンを押してプリンターの電源を入れます。プリンターが初期化を開始し、音を立てます。 プリンターのコントロールパネルで使用言語を選択する必要があります。言語を選択し、はいをタッチして確定します。お住まいの国または地域を選択し、確定をタッチします。日付を設定して続行をタッチします。次に時刻を設定して続行をタッチします。セットアップを続行をタッチします。 プリンターのセットアップ環境画面で自己管理または IT 管理をタッチします。IT 管理は通常は IT 部が詳細設定を行う場合に選択します。ほとんどのユーザーは自己管理を選択します。続行をタッチします。次にプリンターに同梱されているカートリッジを取り付けます。カートリッジ開閉カバーを開けます。 カートリッジパッケージを掴みます。カートリッジのパッケージを外します。プリンターのセットアップ時には必ずプリンターに付属のセットアップカートリッジを使用してください。952マゼンタから順にプリントヘッドの対応するスロットに挿入します。カチッと音がして収まるまで押し込む必要があります。これらのカートリッジは対応するスロットのみ装着できるように成形されています。次はイエローを取り付け、 次にシアン。最後にブラックを取り付けます。ブラックのカートリッジが他より大きいのは使用頻度が多いためです。カートリッジ開閉カバーを閉じます。プリンターはカートリッジを点検してから用紙をセットするよう要求します。用紙トレイを引き出し、白の普通紙の束を揃えてトレイにセットします。 縦方向、横方向の用紙ガイドを調整し、給紙トレイを中にスライドします。インスタントインクのプロンプト画面で OK をタッチし続けて、続行をタッチしてプリンターを初期化します。初期化中、プリンターはプリントヘッドを位置調整し、印刷します。この画面には、後でソフトウェアをセットアップする際にアクセスするウェブサイトの URL が表示されています。 調整ページが印刷されたら取り出します。用紙はリサイクルしてください。この時点でコンピューターにソフトウェアをセットアップできます。コンピューターでお使いのウェブブラウザを開きます。このビデオではインターネットエクスプローラーを使用していますが、Firefox、Chrome、Safari などでも手順はほぼ同じです。123.hp.com スラッシュセットアップに進みます。 ダウンロードボタンをクリックし、プリンターのソフトウェアのダウンロードを開始します。インターネットエクスプローラーでこの画面が表示されたら、実行をクリックします。ダウンロードが終了したら、インストーラーは自己回答して開きます。ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、はいをクリックします。HP Easy Start u t i l i t が開きます。HP Easy Start は、 プリンターをネットワークに接続し、アクティベーションと登録を行った後、最新のドライバーとソフトウェアをインストールします。続行をクリックします。チェックボックスをクリックして、使用許諾契約に同意し、続行をクリックします。HP Easy Start がプリンターを検出します。コンピューターと同じワイヤレスネットワークにプリンターを自動接続するために、 HP 自動ワイヤレス接続を有効にするがチェックされていることを確認して、続行をクリックします。プリンターとの接続が確立され、コンピューターのワイヤレス設定がプリンターに適用されます。チェックボックスをクリックして、使用許諾契約に同意し、続行をクリックします。この画面では、インスタントインクの無料使用をセットアップできます。使用を開始する場合は、 はい、開始しますをクリックします。このビデオでは、いいえ、開始しませんをクリックします。いいえ、結構ですをクリックします。この時点で、プリンターのアクティベーションと登録を行うことができます。このビデオでは、アクティベーションせず、先に進みます。プリンターの主な使用目的を選択し、郵便番号を入力します。 続行をクリックします。次にインストーラーは HP のサーバーにある最新ソフトウェアとドライバーを調べます。プリンターを最大限に活用するにはフル機能のソフトウェアとドライバーの使用をお勧めします。続行をクリックしてダウンロードを開始します。ダウンロードが終了するとプリンターソフトウェアのインストーラーが自己回答して開きます。続行をクリックします。 このの画面では、ソフトウェアの選択やカスタマイズを行います。IRIS=OCR ソフトウェアはここで自動的にインストールされるのでプリンターに付属のディスクを使用する必要はありません次へをクリックしますインストールの同意画面と設定内容に目を通しますチェックボックスをクリックして使用許諾契約の条項に同意し次へをクリックします ソフトウェアとドライバーがすべてインストールされます。ここではこのビデオの目的のために、このプロセスを早送りしています。プリンターは HP Easy Start Utility でワイヤレス設定したので、ワイヤレスオプションをクリックし、次へをクリックします。ネットワーク上のプリンターが検出され、ここに一覧表示されます。一覧からお使いのプリンターの名前を選択し、次へをクリックします。 ファクスを使用する場合は、ファクスセットアップウィザードでファクス回線をセットアップします。プリンターのファクス機能をセットアップする場合は、プリンターに付属の2000式電話コードを必ず使用してください。画面の指示に従い、ファクスをセットアップします。このビデオでは、スキップをクリックします。プリンターの使用目的を選択し、郵便番号をもう一度入力します。 次へをクリックし、プリンターソフトウェアのセットアップを終了します。コントロールパネルに戻り、OK をタッチします。ウェブサービスの情報シートを取り出してください。このシートは、e プリンティングをセットアップするか、HP Connected にプリンターを追加する場合に使用します。プリンターのアクティベーションと登録をまだ済ませていなければ、ソフトウェアのインストールが完了した後に画面で再度指示されます。 ここでは、アクティベーションせずスキップをクリックします。以上で、プリンターソフトウェアのセットアップは完了です。完了をクリックします。HP Connected が自動的に開始します。ここでは、ePrinting のプリンターをセットアップしたり、他のウェブサービスを管理したりします。HP OfficeJet Pro 8710プリンターの開梱、セットアップ、 および、インストール手順は以上でで終了です。その他の参考ビデオは hp.com スラッシュサポートビデオ s や HP の YouTube チャンネル youtube.com スラッシュ HP サポートジャパンでご覧ください。